これまでのバイオハザードリベレーションズ。そのまま動くな。こいつが押そうとしているのはこの船の自爆装置だ。証拠隠滅のためのな。自爆装置の起動を確認。最後の決め手を私の優秀なしもべが詰めてくれたようだ。さて、状況は理解してもらえたかな。ジェシカ、ごめんね、バカ。じゃあ、みんな。バカ。地獄か。ええ、テラグリジアという名のね。ここもいつまで持つかわからないわ。ああ、司令室に一時待機するぞ。このビルにはハンターが。そう、急がないと本部も危ないぜ。指令は正しかったわね。バイオテロ時代を予見した FBC の実行力強化。ボスがその必要性を国際社会に訴えていたところだったしな。世界中の人々がバイオテロの恐怖を知ることになるわね。ある意味いい宣伝だわ。ああ、ボスの意見を国際社会も認めざるを得なくなる。 FBC もまだまだ変わる。助けられん。だいたい片付いたみたいね。問題ない、一人で。傷が深いわ、強がらないの。ってことで肩を貸してあげてね、バカ。司令室に退避だと言われたはずだ。俺だってまだ戦える。このざまで語るな、捕まってろ。まだ撤退は早い。民間人が町には残されていた。彼らを助けなくては。数の差が圧倒的だ。作戦を立て直す必要がある。たかが数十名の連中がこんな大規模なテロ。 BOW は兵器はどこで。俺は絶対許せない。テロリストだ。
だ嫌がる。おい、自己犠牲気取りか。生意気は一人前に戦えるようになってからだ。だろう。医療班が利用していたのは4階のオフィスだったわね。止血帯くらいあるはずよ。すぐ戻る。そこを動くな、新入り。いい子にして待ってて。行くわよ、バカ。いられる間に厳しくしておくに越したことはない。いいけど、本当男って面倒な生き物よね。くそ、どこから入ってくる。司令室も
を持って戻るとするか。応急処置、それで間に合うはずよ。くそ、まだハンターが。聞こえていたら早くここに。シビリ君が早く戻らないと。まったく世話のかかるやつだ。言わないの、口が多いよ。シーリー、あとはお任せ。負けるのは全部倒してあげる。よし、安全を確保。新入り君の手当てをしてあげないとね。傷の具合を見せてみろ。新入り、貸し一つだ。覚えておけ。まっすぐなのはいいが、部隊を危険にさらすような青臭い正義感は捨てろ。それが現場の鉄則だ。わかりました。よし、これで少しは楽になる。
んとか歩けそうだ。ついてこれるな。司令室に続くエレベーターはすぐそこだ。の情報網に引っかからなかったなんてどう考えても不自然だ。もしこれが誰かが望んだ結果だとしたら、新入り、憶測で物を言うな。俺たちがすべきは問題を詮索することじゃない、解決のため行動することだ。